また爆発が起きました。今度は錦糸町です。神田ちゃん、大神から連絡は？まだ何も。瞳はいたか？おらん。エデン情報役に立たんわ。現在日本各地で爆破事件が多数発生しています。外出中の方は人通りの多いところを避け、速やかに帰宅してください。一体いくつ仕掛けてあるんだ？せめて爆弾の場所が分かれば処理班を向かわせられるのですが。発艦爆弾、めちゃめちゃたくさん仕掛けられたら。場所が分かっても1500箇所、1時間で全てを処理するのは無理ですね。そうだ、国民は恐怖を感じながら破滅の時を待つしかない。そして渇望するコードブレーカーという正義を。艦長、キラケ組のビルが爆破されました。キスニ組は無事です。サクラちゃんの携帯はまだ通じないのか？何度もコールしてるのですが、まだ。お嬢の携帯の GPS 情報出ました。スカイタワー、場所。しかし桜が。大塚さん、全国の親分に連絡だ。急いで。まただ。誰が送ってんだこれ。発信源を突き止めろ。そうだ、地図と映像の両方だ。東京タワー、通天閣、札幌テレビ塔、スカイタワー。端から当たれ。広域に電波を発信できる施設だ。中継基地も見落とすな。これスカイタワーじゃないですか？何？視察で登ったことがあります。この屋上みたいなところ、間違いありません。何ですって？トキさん、総理はスカイタワーにいる可能性があると。本当か？直ちに救出に向かえとの命令です。何者だか知らないが、マジらしいな。瞳や平家の野郎もきっとそこだ。このトキ様がぶっ飛ばしてやる。神田ちゃん、大神にも連絡して。はい。まったく。一人で飛び出しやがって、大神のやつ。勇気、どうした？4番、先に言っといてえな。俺は爆弾を何とかする。何？でも分かってる。行さんあるよって、一個一個潰していったら間に合わんかもしれん。でも放っておけ。放っといたら、そんだけ怪我する人が増える。できるのか3番？この勇気様の音の犬を舐めんな。さてと、一丁やったるか。なるほど。何をしているのかな。お、なんだ、侵入者がいないか見ていたんだね。助かるよ、平家。お役に立てて光栄です、エース。懐かしいね。こうして君といると、コードブレイカーとして共に戦った頃のことを思い出すよ。そうですね。平家。何ですか？ありがとう。大神くん。私が相手をしましょう。いや、それには及ばない。まさかエース自ら？ああ、この前大神くんはロスト明けだった。万全の大神くんの力を見てみたい。変わりませんね、エース。では私はエースの戦いに邪魔が入らぬよう守りを固めましょう。大神！桜浩二さん、無事でしたか？
どうしてここが分かったのかな、大神くん。昨夜からあちこち回った。あの河原にも行った。あんたと過ごした場所を一つ一つしらみつぶしに探した。まさかここにいるとはな。あんたは言った。ここが完成したらたくさんの人が家族や恋人と共に来るだろうと。誰もいないな。ああ、皮肉なことだね。私も平和な状況で来たかったよ。ひとみ先輩殿、爆弾を止めるのだ。トキ君たちに連絡しないのかい。平家と戦った時に壊れた。それじゃあしばらくは誰にも邪魔されずに君と話ができるね。爆破を止める方法を教えろ。異能のものを守るためとはいえ、人々を殺していいわけがない。瞳、あんたのやっていることは間違っている。まるで正義の味方だね、大神くん。正義なんかじゃない。俺はたくさんの人を殺してきた。悪だ。爆破を止める方法は教えないよ。ならばあんたを倒して無理やりにでも聞き出す。目には目を、歯には歯を、悪には悪を。無理だよ。大神くん、何を。ほう。なるほど。刀で電撃を受け止め、感電を回避したんだね。そして電気を通す性質を持つ炎を通じて私の電撃を床に逃がしたということか。考えたね、大神くん。しかしそれでは私には勝てない。いろいろな方向から同時に攻められては炎で受け流すことはできないだろう。もしかして私がロストするのを期待しているのかい。私はロストしないよ。むしろ君の方が先にロストするだろう。それとも先に私の電撃で焼かれて果てるかな。さあ、死にたくなかったら降参するんだ。そうしないと死ぬことになるよ。なぜそこまでして戦う。コードブレイカーに忠誠を誓って総理なんかに。あの日なぜ総理を暗殺しようとした。そうか、やはりそういう話になっているんだね。何。私は話し合いに行ったんだよ。しかし総理に拒絶された。そして追われることになった。私が引き下がらないと見るや、いきなり襲われたよ、エージェントたちにね。
脱出の過程でエージェントたちを殺めてしまったことは残念だった。では総理を襲撃したというのは？エデンが流した偽りの情報だよ。私を枠に仕立て上げ、コードブレイカーから排斥したんだ。どうして？私の要求が到底受け入れられるものではなかったということだ。コードブレイカーが人として社会の中で生きる、それはコードブレイカーの存在を世に知らしめることを意味する。そんなことになったら世の中はパニックになってしまうかもしれない。エデンはそれを恐れたんだ。私は追われる立場となった。もはやエデンを変えるには外から圧力をかけるしかない。でもだからといってこんな方法を取るなんて。確かにひどいことだね。でも他に方法はないんだ。それにコードブレイカーのことだけを思ってじゃないんだよ。どうしておる？異能の子供たちは我々がもらい受け。国は異能の者たちを隔離し、研究対象としていた。能力の高い者はコードブレイカーとして徴用されたが、それは国家の犬として人殺しを行うことを意味する。政府に管理されている限り、異能の力を持つ者に自由はない。私は、大神君や時君たちコードブレイカーだけでなく、これから生まれてくる異能を持つ者すべてを救いたいんだ。異能の人たちのことを思ってというのはわかります。ちさちゃんみたいな子供たちが、そんな目に遭うのなら、幸せに暮らせる世の中にしたいという気持ちは私も同じです。でもダメです！ダメです！こんなことをしてはダメなのです！これは今の私に残された唯一の本。他にいいように使われ死んでいった者たちの無念さ、君にはわからないよ。ひとみ先輩殿の言う通り、私にはわからないかもしれない。だからといってどうしてこんなことをするのですか？かつてあなたが守ろうとした人たちに。彼らは守るに値しない者たちだからだ！どうしたの、りょうちゃん。お空を人が飛んでた。次や。一個でも多く壊さな。なんや。なんやて。エレベーターは動いてるね。日本中に電波を発信しているということは、制御室にひとみさんは？多分な。お、来た来た。平家さん！何をしに来たんですか、トキ君。へっ、ひとみをぶっ飛ばして爆弾を止めに来たんだよ。それは困りますね。邪魔はさせません。ってことは本当に裏切ったんだな、平家先輩。本来の仕事をしているだけですよ。爆弾で人を殺すのがコードブレイカーの仕事か！あんたのことは前から得体の知れねえ奴だと思ってた。でもコードブレイカーとして悪を滅することにかけては矜持があると思っていた。なのに！トキさん。トキ君、君がそこまで私のことを考えていてくれたとは。しかし仕方がないのです。私は。え？ってことはだ、あんたを倒して俺がコード02になれるってことだよな。 What？ ありがとう平家先輩。そしてさようなら。俺のために死んでくれ。目には目を、歯には歯を、悪には正義の鉄槌や！ It's Showtime の始まりで！やめてください！
トキさん、平家さん。ストレートフラッシュ。さてトキ君、どうやってあなたを痛めつけましょうかね。このド S 野郎が。口が悪いですね。お仕置きです。平家術強化。光の情報は劣化されることなくコピーされます。だから強さも異能もイコール同士だ。トキ君、さあ私をぶっ飛ばしてコーンをゼロツルになるのではないのですか。さあこのピカピカピカのてめえをぶっ飛ばしたら直接おめえをぶっ倒してやる。決めんだよこの変態野郎が。美しくありませんね、トキ君。しまった。エクセレント。しかし光の速度に比べたらスローリートキさんは磁場、平家さんは光の力で飛んでいる。守るに値しない人々。そう、愚かな者たちだ。違う、絶対に違う。愚かな人たちなんかじゃない。オラオラ近寄んじゃねえよ。あった、これや。おっしゃ。お嬢、大丈夫やのか。今は姉さんに任しとくしかないやろ。何をやっとるか。ここに爆弾があるんだ。いつ爆発するか分かんねえ。あんたらも危ないから離れてな。おお、警察も動いとったか。なんでお前ら。この東京のどこかでうちのお嬢が頑張っとる。だったら俺らも体張んなきゃなんねえだろ。ここは危険です。三丁目の公園に移動してください。見損なうな。俺たちが何のためにこの仕事をしてると思っている。この場所は危険です。外に出てください。処理班は。ダメです、場所が多すぎて人手が足りないんです。そんな、もう時間が。平和のために力を尽くしている人はいる。だが守るに値しない者のために命を懸けるのならそれは愚かだ。どうして守るに値しないなんて。そんなこともわからないのかい。さあ早くしないと爆発の時間が来てしまいますよ。時間が来たら総理も死んでしまいますよ。さあ捨てんだら。トキ君はなぜ総理を助けるのですか。コードブレーカーだからですか。てめえには関係ねえだろうな。クソが。動揺していますね、トキ君。迷いがあるのですか。うせんだよ、このピカピカ野郎が。言いたいことはそれだけか。うん、あんたが守ろうとしていた、守っていた人々を愚かだというのか、瞳。そうだよ、愚か者たちだ。俺は認めない。そんなあんたを俺は絶対認めない。随分と異能を使いましたね。ロストしてしまいますよ。トキ君、そろそろ終わりです。さあ仕上げです。ロイヤルストレートクラッ。おっと、そこまでだ。好き放題にやってくれたな、雪姫。だがもうおしまいだ。俺が来た以上断じてここは倒産。生きていたのですか。
獄から舞い戻ってきたのさ。